はい、今回ね草津のイオンモールのポップアップショップちいかわで買ってきた戦利品、あんま買ってないんですけど、長野のグッズも一緒に売ったよな。で、とりあえず、まあ、カブトムシとシーサーと上わたくたくのステッカーと、まあ、これはどこでも結構ちいかわショップでも売ってるやつ、お顔のポーチで、これはもうあの長野のグッズなんですけど、これ見てみてください。これ長野のグッズ、まあ、あんま長野詳しくないですけど、こういうクマとかモグラコロッケで、まあ、全8種類なんですけど、これはマレーグマ、あと最後3種類、これチーカーとハチワとウサギ、まあ長野さんのやつやからね、それはあってもおかしくないわね。まあ自分的には正直長野グッズが当たった方が、せっかく長野のやつ買ってるから長野グッズが当たった方がいいかもしれないですけど、正直当たりはこの3つだと思うんです。まあみんなはどう思ってるか分かんないですけど、だってこれ長野のやつ買わんとこのチーカーの、これはこの3つは手に入らんからね。じゃあ早口行こうか。はい、じゃあ開けていこう。まずはお顔ポーチからいく。ちょっとこいつは後のお楽しみにして、じゃあ開けて、ちょっと早く開けて。嫌。なんで嫌？誰が嫌い？うん、鹿や。鹿でいいひんや。いいのこれ。あ、いるんかこれ。これ見てへんかった。これも全8種で、これと、あ、お前鹿でいた。鹿でいるやん。だからハチワレとチーカーは2つずつあるけど、あとは1個ずつないな。シーサー、クリマンジュとウサギとモモンガは。はい、じゃあ何が当たるかな、開けてみよっか。じゃあ長野から開けていきましょう。どうぞ。何が当たる？海が当たる。米、あとハチワレね。ハチワレ、ここでお願いします。あとハチワレが大好きからね。どうぞ。なんか茶色かった。コロッケちゃうか。コロッケやな。コロッケ好き？分かった。何？箱の並びのさ、順番分かった。うん、嘘。なんで？なんで？教えて教えて。これさ、うん、ここが1、2、3やん。うん、で箱こう並んでるやん。うん、こうやってこう4、4で、うん、3番目取ったね。うん、左の3番目これやね。ことは左の3番目1、2、3。何個ずつなんで、もう一回言って。4個やんか。2列で4個。うん。ああ、はあ、はあ。で、8個。8種あるやんか。うん。2列で4個なる。お昼帰ってた、うん、で、これ 3番、両方ともさ、うん、左右3番目取ったんや。ということは、こっちは8割れということになるな。当たり。まだ誰も取ってやらへんかったから、ここもなくて。うん。じゃあちょっとこれ開けてみよう。とりあえず一旦これ検証結果、これはなんか意味わからん、カービィみたいな、黒茶色いカービィ、焦げたカービィみたいな。コロッケ。うん、コロッケ。はい、じゃあ開けて、じゃあ開けてみよう。じゃあ検証は一回置いといて。これ何番で取って？何番取った？一番後ろの取ったから。一番後ろ。4番目。右側の左じゃなくて、左が1じゃなくて右が1番な。こっち左かい。やめて。あとシーサーが今。右も左も。ここが1番ってことやろ。うん。こっちもここが多分、こっち側が1番。うん、そうそう。で、どっち？左側から取った。クリマンジュかもしれん。おお。じゃあ開けてみようか。クリマンジュかもしれん。クリマンジュもしかしたら。クリマンジュか、ああ、まあ。シカレかどっちかってことか。それが合ってたらいいけど、うん、まだ分からへんけど。3番取ってたらシーサー。危ないね、ちょっと。3番取ってたらシーサーやったのに。まあ、もう一番後ろ取ったと思うの、これ。よいしょ。あれ？あれ？ハチワレ。ハチワレ？2番の。違かった。これは違うかったんか。分からんね、ってことはこれが8割じゃなかったら違うという。そういうことや。じゃあ行ってみよう。なんかうち8割ばっかり来はるな。うん、やった。行ってみよう。ちょ、一回行ってみよう。ハート列で大好きなのさ。8割なのかどうなのか。8割やんか。
当たってるやん。やったやん、これかわいい。これはラッキーや。めちゃくちゃかわいい。長野のやつな。いや、これ当たりやろ、これはなあ。あと踊るのはやって、いや、これ当たりやと思う。ママ、ハート2つ。ママ、あれやな、2番目取ったらよかったな、こっち。2番目やったら、ちいかわ違う。どれ長野。長野やった。クマめっちゃかわいいやん。ハイちゃんもかわいいやん、こんな。これ裏は、これの8割の裏は早速使ってる。ラムなし。へえー、まあでもこれもどうなんやろうな。うん、え、8割の変な顔じゃない方が当たったってことか。これも書いてる。じゃあご視聴ありがとうございました。え、見た、まあ見てないかな。カブトムシとシサと、あ、言ったわこれ、言ったわこれ、はい、うん、ありがとうございました。